私だって。ずっと君のことを見ていたから、こうして話ができて嬉しいよ。私もです、マルス。これからも隣にいてくださいね。そして私に力を貸してくれると嬉しいです。すみません、先ほどは驚きのあまり自己紹介もせず。僕は第33代竜の守人クランです。どうぞお見知りおきを。お役に立ちたいです。使命を果たす。見ていてくれましたか。第33代竜の守人フランです。クランの双子の妹なんですよ。あなた様がお目覚めになるのをずっとじーっとお待ちしておりました。竜の守人として。戦に勝つ。ここは…目を開けられた。あなたは神竜様ですか。神竜様ですね。ここは…目を開けられた。あなたたちは…あなたは…神竜様ですか。神竜様ですね。まったく、二人とも騒々しい。お目覚めになったなど、そのような嘘を。神竜様、これは奇跡だ。よもや本当にお目覚めになられているとは。やってみせます。目をそらしまして。私は第32代目となる竜の守人、名をバンドレと申します。バンドレさん。なんて恐れ多い。どうかバンドレとお呼びください。あなた様の武器です。ただ進むのみ。神竜様のために。ここは…目を開けられた。あなたたちは…あなたは…神竜様ですか。神竜様ですね。ここは…目を開けられた。あなたたちは…あなたは…神竜様ですか。神竜様ですね。まったく、二人とも騒々しい。お目覚めになったなど、そのような嘘を。神竜様、これは奇跡だ。よもや本当にお目覚めになられているとは。
やってみせます。目をそらしまって。私は第32代目となる竜の守り人、名をバンドレと申します。バンドレさん、なんて恐れ多い。どうかバンドレとお呼びください。あなた様の武器です。ただ進むのみ。神竜様のために。ここは、目を開けられた。あなたたちは、あなたは神竜様ですか。神竜様ですね。ここは、目を開けられた。あなたたちは、あなたは神竜様ですか。神竜様ですね。まったく、二人とも騒々しい。お目覚めになったなど、そのような嘘を。神竜様、これは奇跡だ。よもや本当にお目覚めになられているとは。やってみせます。目をそらしまって。私は第32代目となる竜の守り人、名をバンドレと申します。バンドレさん、なんて恐れ多い。どうかバンドレとお呼びください。あなた様の武器です。ただ進むのみ。神竜様のために。ここはエレオス大陸、4つの王国と一つの聖地からなる世界。千年前、この世界で邪竜との戦争が起きました。私たちは異界の英雄エンブレムに力を借り、各国の戦士と共に一丸となって戦い、長きにわたる戦いの末、邪竜の封印に成功しました。しかし時が経つにつれ、封印の力は弱まり、ついに邪竜復活の兆しが見え始めたのです。私は千年の間眠っていたのですか。何ですかこいつらは。よろしいですか。あなた様は神竜、この世界で神と崇められる竜の王族です。戦争、邪竜、何か思い出しそうなのに頭にもやがかかっているようです。いただいちゃうわね。これはマルス。シグルド、任せてくれ。
今はガランとしていて何もありませんが、仲間が増えれば賑やかになるでしょう。いや、今こそ心を一つに。エンブレムエンゲージ。十二の指輪を集めて世界を平和にする。それが私に託された母さんの願いですから。